はい、こんばんは。じゃあ、今日は三角関数の極限ということで、リミット x0、x 分の sinx イコール1と、リミット x0、sinx 分の x イコール1。これの証明をね、やってみたいと思います。証、まあ、明ができたら、これ暗記でね、使えばいいです。はい、じゃあ行きましょう。じゃあ、まず、この続きね。x を0に近づけるんだから、絶対値の x。今回の x っていうのは、この方ですよ。 だから X ラジアンね、X ラジアン、普通ラジアンって書かないけど、X ラジアンのパイが、つまり、あパごめんなさパイじゃない、あの絶対値が0から2分のパイの間と、つまり何言ってるかっていうと、X を0に近づけるんだから、X、を0に近づけるんだこれ、あの単位円ですね。プラスの方から0に近づける場合と、マイナスの方から0に近づける両方ありますよねで。両方証明しないといけないと。ということは、角度は0から2分のパイと、 マイナス2分のから0っていうふうに限定しても大丈夫とっていうことでここね x を0に近づけるんだから絶対値の xx ラジアンが0から2分の π で十分とじゃあいきます1個目これ1個目っていうかね2つ証明しないといけないとだから x が0から2分の π の間の場合とマイナス2分の π から0の間の場合両方証明します今からはい じゃあ証明するためにはこの図形が必要です。えっ、ー、とね、こう円があると。こう円,円がね。これ円周ですよ、で、OAB。だから A と B は、だからこれこう AB ね。で、えっ、ー、と、この OA、これ半径1ね。半径1の円です。の、これこうです。こう AB ね。で、えっ、ー、と、B から垂線を下ろして H ね、その足を。で、それと平行にこの T を作ると。こう伸ばして、こう垂直ね。 はい、じゃあ今文字としては OBTOHA ねで半径1半径1とはいじゃあいきます面積の代償関係でいきますね三角形 OAB だからこれ A と B 直線で結んでください三角形 OAB の面積小なり OE 型の OAB そうですね OE 型の方が面積大きいですよねで小なり三角形の OAT この三角形ね当然この代償関係言いますよね はい、でこれを今から数値化しますこれは数値でかつ数値で表しますその前提としてまずねこれの高さ三角形 OAB の高さである BH はこここの方の X だから sinX になりますよね sinX っていうのはこれ分のこれこれ分のこれだから OB 分の BH ただし OB が1なんだから1分の BH ってことは BH ねじゃ sinX は BH で 今度、タンジェントの x はこれ分のこれだから1分の at っていうことで at はタンジェント x ねはいじゃあいきますここからいきますはいじゃあ、えー、三角形 Oab はこ,これね底辺かけ高さ底辺かけ高さ割る2と2分の1かけ1かけ3 x ともう一回何回も言いますけど x はこの方の x ですよだから x ラジアンねで扇形の Oab はこれは 半径かけ、半径1だから半径かけ半径かけえっ、ー、とこれ x っていうのはコー法の x ねだから x ラジアンですよだから度数度数,で度数法で言うと360分の x ねだから今回コー法で言ってるから、えー、と半径かけ半径かけコー法の角度の、えー、と2分の1ねだから結局三角形と同じ感じ三角形と同じ理屈ですねえっ、ー、と2分の1かけ半径かけ半径かけ,半径かけえっ、ー、と これはもう数2で習ったはずですこれ。これの表し方ね。度数法で言うと,、えー、と360分の x にすればいいと。はい。だから x ラジアンね。はい。で、えっ、ー、と、こっちの方、三角形 OAT の方は1かける高さがタンンジェク x ですね。の三角形だから2分の1と。 じゃあ三角形 OAB はこう表せて扇形 o 形型の OAB はこう表せて三角形 OAT はこう表したといいですかねはいでえっ、ー、とじゃあえっ、ー、とじゃあこれ計算しますまとめて2倍2倍2倍するとこう大小関係言いますね sinx 分 x 小なり x 小なり単元とやついいですか2倍2倍2倍各辺2倍したとで各辺をこれを sinx で割ってください サ X ってのは今回、X が0から2分の π だから、サインはプラスですよね。はい。じゃあ、プラスだから、代償関係変わらないはずと。はい。じゃあ、いきます。サ X で割って、サ X で割って、サ X で割ると、こうなると。ちなみに、タンジェント X は、コサイン分のサイン。コサイン分のサインだから、それをサインで割ると分子がなくなるだけなので、コサイン X 分の1になります。いいですかね。これがこうなり、これが、あ、これがこうなり、これがこうなり、これがこうね。サイン X で割ると。 はい。で、えっ、ー、と、そこで、いきますよ。ひっくり返します。逆数にします。分母と分子入れ替えます。そしたら大小関係逆転するので、1、代なり、x 分の sin x、代なり c o s x ね。いいですかね。で、ここで、えっ、ー、と、挟み打ちを使います。もう、これは1決まってるので、これを x をプラスの方から0。今回、x は、x はプラスだったから、プラスの方から0に近づけると、なんか cos、cosin、cosin の0で1ですよね。 だから1になると。ということはお互い各辺リミットリミットリミット,リミットだからリミットの x を0に近づけていったらこれが1になるんだからじゃあこれも1になるよと。挟み打ちでね。挟み打ちの原理よりリミット x がプラスの0で x 分の s x は1と。こう証明できたと。じゃあ同様にと。同様にと。じゃあ今度 x がマイナスの場合だ。マイナス2分のパイから0のとき。じゃあこのときはめんどくさいのでマイナス t と置きましょう。x をね。 マイナスときますそしたらこれは、えー、どうなりますかねこれはマイナス t だからマイナス1倍マイナス1倍マイナス1倍するとえー、っとこうあ違う,違うまずまだマイナス1倍してんねいんかえー、っとえー、っとえー、っとね 0, 0小なり t 小なり2分の π あいいかいいかだからこれはマイナス t に変えてマイナス1倍マイナス1倍マイナス1倍したらこうなりますよね。 だってこれマイナス1倍したら2分の π とこれマイナス t だからマイナス1倍したら t とこれは0をマイナス1してもかけても0とただし大小関係逆転するから0小なり t 小なり2分の π になりますで1番からえっといきますよ1番使ってリミットの x を今回マイナスから0に近づけるの x 分の 3x これを証明したいとじゃあこれは x が今回マイナス t だから、マイナス t ってことは、お互いマイナスマイナスかけたら、t はプラスの方から0に近づけるのと一緒と。で、x がマイナス t だから、マイナス t ね。で、x がマイナス t だからこうと。で、sin のマイナス t っていうのは、マイナス s i n t と一緒ですよね。だからここに本当はマイナスがついてると。もう一回言いますよ。sin のマイナス t だから単位円で言うと、角度のこの t ね。この t の s i n この角度の sin の t とこのマイナスの sint はプラスとマイナスの関係だからこれっていうのは言い換えたらえっ、ー、とマイナスの sint と一緒ですよねこれねでこれマイナスとマイナスで打ち消しあって結局こうなると t 分の sint ねいいも,うもう一回見ますこの分子の部分はマイナス sint と同じなんですよ t のサインと −t のサインはプラスとマイナスの関係だからじゃあこれで,でマイナス打ち消しあってえっ、ー、とリミット t をプラスの方から0に近づけて t 分のサイン t じゃあこれは当然1ですよね1番の結果からいいじゃあ以上1番2番よりと1番2番よりリミットの x を0に近づけるつまりプラスの方から0に近づける場合とマイナスの方から0に近づけても両方1が言えたとこれで証明終わりです で、さらにこれを使ってですよ、これを使って、えっ、ー、と、今、x 分の 3x は証明しましたじゃあ、3x 分の x も、まあこれは暗記でいいんですけども、証明しろって言われたら、今の証明を使って、3x 分の x って言ったら、x 分の 3x 分の1ですよね。いい。そしたら、これが、これが1になるんだから、1分の1で1っていうふうにすればいいと。いい。もうこれで証明終わりと。さらに タンジェントの x いきますよ。あ、ごめんなさい。x 分のタンジェント x ね。そしたら、x を0に近づけて、x 分のタンジェント x。っていうことは、これっていうのは式の変形でこうなりますよね。タンジェント x っていうのは cos 分の sin だから、それに x を分母につけると。じゃあ、これは1が言えたと。で、これは x に0を入れてください。1分の1ですよね。っていうことは1、1×1 で1と。だからもう結局、 リミット x を0で sinx 分の x は1が言えるしリミット x0 の x 分のタンンジェト x は1が言えるといいか。だから初めに言った、えー、とこれねこれの証明はできてると。でもっと言うと x 分のタンンジェト x も1ですよと。はい、で,でさらにこれ余談なんですけどもこれ物理基礎なん物理か物理基礎っていうか物理か物理で使うんだけども今これ y=x ね。 y コル x のグラフね。これ y 軸、x 軸ね。で、y コル x ね。傾き一と。で、y コル 3x っていうこういうグラフでしたよね。えっ、ー、とね、y コル 3x のグラフはね、こうあると。y コル 3x のグラフ、こうね。2分の π に向けてこう増えていってると。2分の π に向けてこう増えていって、π の時はは0ですよと。で、y コル tangent x。tangent x っていうのは、こうね。2分の π に向けてこう上昇してると。こうね。 じゃあもう一回言います今 Y イコール X のグラフと Y イコール 3X のグラフ Y イコールタンジェント X のグラフ,、y、グラフでこれがえー、と二分の π タンジェント X に対する全期値ね二分の π これが π ねそしたら何が言えるかと X がゼロから二分の π の間だったら大小関係サイン X 小なり X 小なりタンジェント X これは暗記,暗記しておかないといけない数三あの理,理系の子はね X り X 小なりりでさらにこれを0に近づけた場合は実はどうなります ?0 に近づけたらえあごめんなさいこれはあくまでこれの時ねでえ0に近づけた時に、えっと、1にならないですか x 分の sinx だってこれ,こ,れの値これの y の値とこれの y の値が同じにな,るなりますよね0に近づけると。 だから1になりますよね。x 分の s だからグラフからでも言えると。x 分の3 x つまり、値が一緒。0に近づくにつれて、値が一緒なんだから、これもこれも y の値がね。ってことは、x 分の3 x も1だし、x 分の t a n g e n x も1になると。いい。だから y の高さが同じ、お互い同じだから、1になると。で、また、x を0に近づけた場合。まあ、0じゃないんだけど、0に近づけた場合は、 結局は、タンジェント x も x も s i n x も等しくなりますね。あ、これはちょっと変点てかねえ。これは物理で使うと思います。物理でね。sin x と t a n g e n x 角度を極力ちっちゃくしていくと s i n x と t a n g e n x は値が一緒だよと。ね。だから禁じするっていう言い方で s i n x を t a n g e n x に変えたりね、したりすると思います。物理でね。はい。まあこれはちょっと後半は余談でしたと。はい。じゃあ以上で、 この証明ね、えー、とリミット X0 で X 分の 3X が1リミット X0 で X3X x 分の x が1とこれが証明できましたと。はい以上になります。